今日ははいなんだシーリング動画です。山口くんのはい珍獣山口の久々の撮影だね。はい岐阜県の現場で山口のシーリング動画まあ行ってまあ企画考えてないんですけど、はいまあとにかくまあ現場行ってまあたまには現場が見たいっていうことではい珍獣がおるでまあ最近アルコール依存症っていう噂もあるでそうなんですか。教育がてじゃあ俺もなかなかこうやって撮影家でも最近会えへんじゃん。そうですね。夕方職人が5時6時7時とかちょこっと事務所に顔出す時結構いないこと多いじゃん。はいなの、はい、夜とかも結構用事が入ってるとか、はい、もうあるもんでなかなか見れんもんな。はいなんでこうやってたまに現場見るともう久々じゃないかお前さ行って1ヶ月くらい会ってるんじゃん。あこれだこの前自主世界でやったか。ああそうですね。あれが一番最近じゃない。多分そうです。そうだよな。はい、あれいつだ。あれでも2週間ぐらい前だろう。はい。もう今月あるもんな。ああ10日、ね、10日後ぐらいにあるだろあれ。はい。15日かなんかあったで。まあそんな感じですけど。はい。まあまた久々に珍獣山口のシーリング動画になると思いますんで。はい。よろぴくお願いいたします。これやるかこれカットで。すいません。バカで申し訳ない。カットお願いします。伊藤君。伊藤君カットしてくれ。マジで。頼むな。それではお願いお願いします。大きいな。でかくね。あ、さすが岐阜だな。金持ちかよ。どれがでけえぞマジで。普通にでかいよ。見てこっちから見てみよう。だってもう隣なんかマンションみたいやな。マンションぐらいないでかっ。これ戸建てだで。すごいなこれ。やってくれ。でかっ。要塞みたいだからすごいなこれ。おうちょいお疲れですお、やっとんね。ぐっちゃんお久しぶり。お久しぶりです。久しぶり。うわ組で今日は撤去か。まだ撤去。初日今日初日です。もう昼前でもう終わっちゃう。もうちょっとではい上からバーンってやっていくと思う。そうですね。うん久々のシーリング動画だぞ。はいこの RC やろうこだわりしやろう。はい。やりがい道場の社長はクズでした。以上。そう。はい。どうですか。何がですか。お酒の方は。お酒の方は毎日飲んでます。ピコハンじゃないじゃないですか。あ、マジだ。ピコハンねえな。ここサイディングでも結構しにくいですね。厚みが結構あるんで、うん、結構あ肉厚があるんか大変か、うん、だってこれんだってくっついとる面がこっちとこっちか。だってこういう状態で刺さっとるってことだな。そうです。ああ逆です。こっちが正面です。あこっち黒い方あこっちが正面でこれが裏だ。あでこれ三面接着みたいなやっぱ紙テープみたいな貼ってあるな。なんかこれそうですね透明の紙テープみたいな。もうこれ取れちゃってるな。これ多分プライマープライマーか。はいもうこれ触ったらまだほらこれちょうどこれあれじゃないこのマイクのペチョペチョっていうのがまだな感触がなんか分かる。あ顔が暗いね。俺が顔が暗いのにねえなお前バカ野郎お前顔が光っとんのにお前オーラが出とるのに暗くならんわ。 YouTube に流したら顔綺麗になっとるよちゃんと。心配すんな。太陽と同じで自発しとんだもん俺は、はい、好きじゃねえんだ俺は。太陽の光がないと光らんような男じゃねえ俺はお撤去ですね。でもこれってあれだよな大衆ではならではだけど新築のシーリング業者ってないじゃん。撤去はないですね。やっぱ改修と新築ってどれぐらい違うの。手間違うだろ。手間は多分多少は違うと思います本当に、うん、ちょっと撤去のさまた音を見たいけどさ全然違うやんやっぱな。はいでも新築だと、うん、この軒の取り合いも全部やるじゃないですか。あで改修だと、はい、見積もり次第ではやるけど、うん、基本あんまやらないじゃないですか。ああ、そうだよな。まあ、傷んでないところがやらんでいいっていうふうで営業は。多分新築の方が多分大変だと思います。あ、量はいっぱいある。量はいっぱいあると思います。あ、そういうことな。多分今これでもう見積もり規定の見積もりっていうか僕らが知ってるメーターと、うん、ざっくりで400メーターなんですよ。打ち替えとまし足して、うん、軒入れたら多分500とか600になっていくんで。ああ、そうかそうか。軒入れ全部あるな。今回とかも全部あるな。結構大きい家なんで。うん、いやこれでかいわ。普通にだって100坪ぐらいあるだろ土地だけどな。もっとあっちゃう。あ、この音ね。ちょっと風が強いで音取れてないかもしれんけど、うん、この音ね。アンスでもう一回入れるんだ。はい。ああ、見えるよあれ。取り切れてないです。うわ、手見て。相当力入れてるよ。この音ね、わかる？音出たわ。おお、この音ね。視聴者の皆さん、新たな YouTube の世界が音を楽しむ今日は音を楽しんでください。音を楽しんで相当近いね。回収だもんでこれがあるっていうのはやっぱ手間だよな。でこれでも昼ぐらいまでに終わるんだ。400m 撤去。あ、全部が全部400じゃないですもんね。マシと打ち替えアーシ400ぐらい。ああ、そうそう。マシはどこがマシなの？窓周りとか。あ、玄関扉も。玄関扉、そうですね。換気フード、うん、これまあ毎回喋ることだであれだけど、なんで玄関周りはマシでいいの？三角で厚みがつけれるんで、うん、このな、はい、うん、三角で厚みがつけれるもんで、でまあ仕打ちで出してます、うん、要は肉厚が取れるもんで、はい、もちろんプライマーとかは入れるだろしっかりと、はい、うん、だけどここはまあ肉厚が取れるもんでシーリングがまあ別に取れんよ。でこういうメッチだけはまあ仕打ちができないんで、まあ仕打ちだとまあ薄くなっちゃうもんな。ペラペラになっちゃうんで。だけど実際おるよな。まあ実際は。あと三角入れしとるやつだな。はい。カッターでこの三角入れしとるな。よう見るだろ。ほんとよう見るよな。まあまああるだろ。うん。でも実際系まあまああるよな。そうですね。2回目3回目なんです。いやこれ1回目だもんって絶対ないじゃん。新築の時だから絶対ないじゃん。でも改修のところで結構あるだろ。そうですね。取りにくかったらやっぱ。金額もあるんでやっぱ、うん、ああしてこんと赤字になっちゃうんで、まあそういうことだよな、はい、よく言われるよな。うちはもう見積もりでお客さんにいつもシールが高いって言われるけど、まあそりゃかかるぜ安くやってやっぱ手抜きされるぐらいだったら、うん、やっぱちょっとでもお金出してまあそうだよなやった方がいいと思うんですけど、それがまた見積もり段階で分からんでいかんよな。俺らがどんだけ言ってもちゃんとやりますちゃんとやりますって予想が言うもんで、だけど絶対にかかるんだもんさ。僕も営業見られやっとった時あるじゃないですか、ちょっとだけ、うん、あの時はなので見積もり書持ってっても3社ぐらいで取って1個が一番高くて僕らが真ん中あったんですよ。だけどお客さん一番安いところでやっちゃって、でやっぱ安いもんでやっぱまあそうなるわな、手抜きされるじゃないですか。これトイレもう外してとんだろこれ。もう外してます。でこれよく見ても分かるけどさ、改修なもんでさ、新築ってこれ仕入れやってからな。そう仕入れやってからトイレ入れると業者かなもちろんだけどこれ全部バンバン外して、最初はこういう状態になってたんですけど、うん、撤去できるんですけど、うわこれ大変だよな。手放し綺麗に取れないですよね、うんうん、こうやって、うん、さっき言ってたこの三角切り、あ三角切りな V カットみたいな、わかるこれちょっと残ってるやつ、うん、三角切りしとるな、中肉が残ってる。でこれやりゃ材料も半分どころか3分の1だよな、うん、3分の1で終わっちゃうし、だから僕らはもう取っちゃって、これ大変だよ、これ外すのもね。こんなんさ、こんなん今プラスチックだでいいけどな、今新しいで鉄のやつとか大変だよ。でしかもいかんのはこれ下もさ、見てこういうふうにもう外れんだよな。これ切るしかねえもんな。取って、ああこれ綺麗に取れたよ。こうやって剥がした方が早いし綺麗だし、うん、下の方とかどうする？下の方もちょっとずらしても、まあできるだけ、はい。このバンドこれ1個取るのもこれぶち壊れるしな、取るかな、鉄のやつ、昔のやつ結構大盛りになってるだろ。レックが結構進んでると取るときに壊れちゃったりとかしちゃうんですけど、どうしてもいい仕事をしようと思ったら取った方が、うん、職人さんとかだとな、見とるとああ分かる分かるって分かると思うんだけど、どこまでやるかだしね、予算もあるもんで、まあ、元請けにもよると思うけどな。そうですね、職人だとな。でこれ新築と改修で材料って違うの？これ今あれじゃん、後打ちじゃん。要は唾液の面がこれデザインタイルだもんで衣装系みたいな感じだろ。最初に柄がついてるやんこれで。これで塗装してないだろ上から。新築の時はもうそうですね、このサイディングのまんまなんで塗装してないんで、うん、材料も今だったら編成シリコンか、最近オートンが、うん、オートンエクシード。あ、オートンもうやってる新築から。新築の時にやるのがちょっと、あれオートンは新築用だもんな本当は。元今改修でやってるやつが結構多いけど、新築用だろ本当は材料。そうですね、うん、メーカーも言ってたんで。そうだよな。これ何っていうと、これは新築の時だもんね。これシールが見えとるけど、改修の時はまた材料が違うだろ。改修の時はそれも見積もりによるんですけど、うん、まあオートンであったり、うん、編成シリコンもあるし、うん、ウレタンもあるんですけど、今回はもう全部塗装していくんで、うん、ウレタン材で、うん、もう中で打って、はい、その上から塗料をかぶせるから、ウレタン、まあ、塗料にもちろん密着するやつだし、はい、でこの間でこんなに傷まんだよな。これ実際何年だろう、今綺麗だろ。でも8年、10年ぐらい。結構まだ綺麗だと思います。10年ぐらいだな。これ外壁も綺麗だしな。もう10いって12年は経ってないでしょ。もっと劣化しとってくれた方が取りやすいんですけどね。ああそうだ、ね、あ強いもんね、しっかりしとるもんね。まあみんなお客さんって結構不安になっとる人多いけど、シールって結構ボロボロになっとるから、今度って改修はもうこの上からさらに塗料かぶるからほとんど傷まんよな。そうですね、劣化の仕方がまだ変わってくると思います。先に多分塗料が劣化して、次にシールが劣化してくると思います。あの光に当たってるとこが、まあそうだよな、太陽、うん、改修と新築の違いって、じゃあもう値段も全然違う。値段も多分だいぶ違うと思います。うちなんか今だって下請け工事もやるもんね、新築もやるだろう。新築のでも戸建てはやってないですね。あ、マンションとかやっぱ値段違う。でマンションの新築と改修で、まあ、外部の会社から仕事もらうわけじゃん、はい、そういうの値段全然違う。そうですね、違いますね。どっちがいい？回収の方が僕今はもう回収のに慣れてるんで、うん、回収の方が楽です。で値段がいい。値段もいいですし。違う。違います。まあそりゃそうだな。回収電話だけ出るもん。どれが違うの？100円200円。まあ材料と新築だと目地幅と深さとかによってまた値段も変わってくるんです。うん、ああ撤去、あまあそういうことか、手間代が。新築。材料抜きの値段で。手間だけでもメーター以下になる。ああメーターで、それは材料関係なくてもやっぱりそんだけ、まあ、こんだけずっと売っていかなあかんから、そんだけの材料を使っちゃうんで、うん、その分の安で値段がまた変わってくるんですけど、うん、会社だとそれは全くないですね。深さとか幅とかで金額が変わることはないんですけど、そういうことな。同じで撤去ってどれぐらい見と金額的にやメーターいくらで言うと撤去で多分打ち替えで500円とか。ああでそのうちのその500円手間で500円。そう手間っていうか、まあ、あメーターで。ああで新築だと多分380円とか300円。在庫じゃなくて手間でメーター1メーターの手間賃で、そのうちの大体撤去代ってどれぐらいなの？だって380円と500円だで120円ぐらいか。それぐらいですかね。ああまあそりゃそうだよな。10メーターやって1200円なんだな。20メーターぐらいか。1時間20メーターぐらいやればまあまあ、はい、まあそんな感じですよ、はい、視聴者の皆さん、まあ、ちょっと俺もあれだね、素人みたいなこと聞いてまたコメント欄荒れるけど社長何も知らんのかって言って、これあえて聞いてんだぞこれ、分かりやすくバカ野郎と。なんでちなみにシールの仕事とかこうやってね YouTube 見てちょっとやってくれんって言ってやるのあれば、まあ400円500円ぐらいでどこでも行きます。回収在庫でもやるの？在庫うちは材料がまあ安いよな。塗り替え道場のだって全部の材料仕入れてるから、相当量入れてるから、外部の仕事もやってるんで、まあそうだよな。そんだけの材料だもんで年間すごい金額だよな。だから材料の仕入れは多分うちは強いと思うもんで、まあ、在庫で振ってもらった方が多分下手したら安いわな。そうですね、うん、まあ管理能力もあるしな。まあそんな感じです、はい。なんかちょっと俺あんまり真面目すぎて視聴者に怒られんかな。ふざけたらふざけたら怒られるけど、真面目になったら怒られるでな俺じゃあ、まあ、ちょっとシールの職人さんのあれでちょっとあれですけど、求人マッチング、ね、建設会社さんと職人さんのマッチングと、はい、今塗装屋さんとその防水もやるんで、塗装防水両方の見積もりができるようなマッチング、外壁塗装のマッチングアプリも作ってるんで、サイトなんで、ぜひそちらの方も URL 貼ってあるんで、登録の方よろしくお願いします。はい、また見てねチャンネル登録もしてねさりさん来たな、今日ちょっとギフト多かったな何やんで求人募集してんのシーリング。そうっすね、うん、未経験でもいいから、まあ、未経験が欲しいの、逆に根性あるやつのが教えやすいですね。変に苦しいやつより、未経験のがまあ使いやすいかなと思ってたんですけど、逆に経験があるシーリング、まあ1年目とかあってもいいんだろ。まあそうですね、1年とかやっとって、とにかく素直でもバシバシにやれですな。はい、でも弟子入りぐらいのつもりできて、仕事できんでもいいから、まあ覚えようという気があれば全然根性あるやつな。はい、で面接はお前もすんの？面接も僕しても大丈夫です。ほんでよくね、求人とかみんな来てくれるんですけど、ちょっと俺が担当してるもんね、結構いい加減で忘れてくるの。どんどん来るもんね、1日ほんと3件ぐらい来てさ、分からなくなるんで、連絡途中から来んくなったなとか、あれではっきり断ってなかったら断るようにしようんだけど、ダメだなとか、まあそんなに雇ってあげられんもんで、はい、ぜひね、まあ、シールはあんまり少ないな、足場とか塗装はやっぱよう来るけど、シーリングって少ないんで、ぜひね、まあ、塗装経験があってシール覚えたいとか、そういうのにとにかくでも、まあ、俺は楽しい根性のやつ欲しいな。そうですね、おもれえやつはい、で一生懸命やって、そのなんかどうのこうのぐち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 言うよりは、やっぱこの会社引っ張ってこう、この会社をやっぱ日本一にしようと思うような子、はい、うん、いい仕事をやっぱいい仕事を安くやると何のいいものないからさ、はい、単価がどうとかよくコメントに来るけど、安くやるなとか、はい、まあ全部削除してるけどそんなやつはだけどいいものを安くやって、ちゃんと給料も出てんだもんね。でみんながそれで楽しいと思えるような会社作りが一番だな、はい、で実習生使うとかもその一つのテクニックだと思うけど、実習生たちも別に喜んでるしな。お前なんかめっちゃ厳しいけどな。でシーリングのベトナム実習生っていうのはみんなガッツあるやん、はい、やっぱ教育だよな、上のでそういう、まあ、こいつのに弟子入りっていうのは相当厳しいから、はい、こいつに弟子入りして、うん、俺はまあもちろん仕事を覚えるのは当たり前のことだけど、やっぱそういう人間力を高めてくれるっていうようなスタッフに来てほしいな、はい、人間として立派になりたいと思うようなやつが来てほしいな。はい、うん、昼飯食ってる時まで喋りかけんなって、いやそうですどこまで動画撮んだお前って大丈夫です、はい歌って踊れるシーリング職人なんで歌っても踊っても見たことないですよお前じゃ今度お前忘年会で歌える、まあ、今年の忘年会できるだろう。去年やらなかっただろ確か。なかったですね、はい、あれなんでなかったんだ。コロナでやめとこうって。年末もそうだったっけ。花見もなかった、花見もなかったな、まあ、今年の年末は忘年会は盛大にやれるだろう、 YouTube に回せるだろうほとんどモザイクだもんで、編集が大変だって言われちゃうからYouTube OK 組とダメ組で分かれない。固まらないと、固まらんとちょっと撮影だよな、はい、ぜひ求人待ってますんで、はい、うん、また連絡くれたことでも何度でも連絡くれたら本当に申し訳ないけど、ちょっともうメールがね本当に2件3件って毎日来ちゃうから、はい、ちょっと本当に埋もれてっちゃうので、返信は今夜とかすぐで俺携帯繋がらんやん、はい、俺からかけるんだけど番号ついてるやつ、はい、かけ直しても俺に繋がらんからさ。そうですね、で俺電話も本当にすごいこの繋げてねえって言ってるのに、はい、ずっとかけてくるバカみたいなやつが多いもんでバカって言ったら失礼だけど、いろんなもう結局何か売りつけたいもんね俺に。だから、まあ、いろんな人がもうしょっちゅうかかってくるわ、はい、最近何やってますか社長って言って、はい、まあちょっと申し訳ないけど、また、ね、メールくれたら練り街道上の求人サイトがあるもんで、そこにメールを送りゃ俺に飛んでくるようになってるもんで、はい、練り替え道場の求人サイトホームページも貼ってあると思いますよ、はい、ぜひシーリング職人一人弟子育てたいって言ってるんで、はい、歌って踊れる子がいいですお前歌って踊る、忘年会歌って踊らせるぞまあそれよりも YouTube 出れる子がいいな俺は撮影 NG はちょっといらんから今は、はい、おもろいやつで楽しんで一緒に仕事を盛り上げていけるやつ、はい、ぜひ来てください。